硫酸亜鉛は、硫酸と亜鉛の塩である。水溶液から結晶化させると、温度によって7、6、または1水和物が得られる。アキラバンとも呼ばれる、遮放症で水によく溶け、繊維工業、医薬品、また条件付きで、食品添加物にも使用される。蘇生亜鉛から、湿式精錬によって、亜鉛を精錬するときの中間性生物である。7水和物では、 H2O6 分子が亜鉛に1分子が硫酸イオンの酸素に配位している。加熱すると約摂取250度で無水物となり摂取600度で ZN3O2 に摂取930度で酸化鉛図のに分解する。炭酸亜鉛か酸化鉛を硫酸に溶かして得られる。亜鉛を直接硫酸に溶かしても得られるがこの時複製する水素により 硫酸が還元され不純物が生じるため用いられない。再結晶で得られる結晶は0摂氏39度で、7水和物、39摂氏60度で6水和物、60摂氏100度で、射方症系である。他にも、不安定な単射症の7水和物、4水和物、2水や獲物も知られている。工業的には、顔料、焙煎剤、木材の防腐剤、 アエンメッキ液として利用される。農業用殺菌剤として1948年9月27日に登録を受けたが2010年1月31日に失効した。気白溶液は医薬品として修練剤や点眼薬に利用される。母乳代替食品の微量栄養素強化の目的に指定された濃度以下での使用に限定される。添加物使用基準リスト。 厚生労働省行政情報登録執行有効成分一覧ありがとうございます。